また不可解な一票。またも、記者投票が物議を醸した。両リーグともに妥当な顔ぶれではあった。しかし、表彰を受けた以外の選手への投票内容が波紋を呼んでいる。というのも、セリーグの外野手部門で、今季25試合出場で打率1割9分、0本塁打の井上彩人と、パリーグの一塁手部門で今季7試合出場、打率1割だった内藤保恩に、それぞれ一つの得票があったのだ。また、三塁手として33試合しか出場しなかった清宮幸太郎が三塁部門で1票を獲得している。得票内容が公開されるや否や SNS 上では疑問の声が噴出。考え直した方がいい、賞の価値を貶めるな、権利を剥奪すべき、ネタ的にやるなら価値はないといった意見が目立った。こうした疑問符がつく投票は、もはや毎年の風物詩のようになりつつある。昨年もセリーグの保守部門で打率1割2分5厘、0本塁打、0打点の小林誠司が票を獲得して波紋を呼んだ。ベストナインの投票権を持つのは、全国の新聞社、通信社、放送局のプロ野球記者で、取材歴5年以上のキャリアを持つ者と定められている。つまりは、うのもくたかのめの、プロである。しかし、発表をする上で投票記者名や投票選手に関する情報は明かされない。いわゆる、匿名となるため、大雑把な印象や自身の担当球団の選手に入れているケースが散見される。しかし、こうした、おふざけと思われても不思議ではない投票が横行する限り、何らかの変化をもたらす必要ではないだろうか。無論、投票された選手には罪はない。むしろ、彼らが投票をされた際に恥ずかしい思いをしないためにも、MLB のように記名投票にする、あるいは投票権利を持つ記者の厳選などルール変更は必至。投票のあり方を再考する余地はありそうだ。日本の記者はもっと身分を明かして活動すべきだと思う。ゴールデングラブじゃないし、打撃成績含めて分だからいいんじゃない？記名にするべきだよな。無記名じゃないと困るって案件ではないでしょう。もっとも、選出された選手が思った選手でなければ、それはそれでまた文句やいちゃもんつけまくる。とはいえ、MLB の MVP だって、なんでやねんな3色ありますけどね。邪推するならば、記名式にするために抗っているのかも。センスのなさが野球ファン特定員じゃないかな。誰がどの選手に入れたか明らかにすればふざけないでしょ。バレるのが嫌なら辞退すればいいし。むしろゴールデングラブ賞とか新人王における該当者なし選手に入れた方がまだ許せてしまう。多分日本古来のおおらかな文化の一つだと思います。取り組む態度を見てもこういうのが日本のスポーツマスコミのレベルってことでしょうね。ふざけた投票するならベストナインやゴールデングラブ賞など何の栄誉にもならない。いっそやめちまえよ。公開はしなくてもいいけど、こういうふざけた投票には対応できるように記名はさせるべき。